ちかねのジャストナウのコーナーをやってまいりました、はい、インフルエンザがもういいってくらい猛威を振るっておりますが手洗いとうがいとお手洗いでうがいは明らかにこれは違いますね違う違うジャストナウ今のコーナー説明なんですか今のそうですおはがき来てますね、はい、ますます混迷する東京都知事選そうなんですよね、うん身延時代を懐かしんでも仕方のないことですね正直田村さんの見通しはどうですか、陸前高田市ですね、遠くからありがとうございます、辻村又郎さんですか7歳人形師天才ですね天才です、まあ、一人一人まだ決まっておりますので候補者について、困窮するっていうことはですねやっぱり時期は時期ですから、うん、これちょっとやっぱり良くないことだと思いますそう言いにくいです、うん、またね、うん、これは不適切な関係になってしまいますかえ蘇生的なものは関係ないと思いますそうですかね、全体としてちょっと語ってみたいと思いますが、はい東京を語らずして都知事選を語ることなかれというふうに昔から言われておりますああ、すごく、はい、いや笑ってますがねどれだけ東京がでかいかってことですよ、うんあまずもってね東京という都市機能について若干説明したいと思うんですが人口いきましょう、はい、人口がね1,162,4,986人でこぼこということですねいやいやいや、そうだね。だって23区というのは皆さん知ってますが、はい市は分かりませんね。あ、市は本当は23区、27市、5町8村ということです。ああ、町が5つに村が8つ。そうそうそう、そうみたい。23、27、5、8ですね。23区、27市、5町8村。はい、ということになっております、まあ、そんな感じ面積は全国土のわずか 0.6% みたいなみたいなんですかはっきり言いよう東京都の年間予算ですが国際レベルで外国の国家予算と比べてもこれは重要なんですが、はいはい、ベスト5に入るほどのお化け都市キャーみたいなその予算見てあまりの額にわーっていう感じお化けだからねお化けだからですから都知事というともうものすごい大きな国の国家元首と同じなんですよそうですねそれぐらい力があるとそれぐらい力があるわけですよへえ都庁のあれ見てもすごいでしょ建物見てもね、なんだかこう要塞みたいな感じですよねこうあれだけ人数がいるんですかね都庁に広いですよパスポートの申請しは久しぶりに行きましたけどね自分で今行かなきゃしょうがないですもんね自分で行かなきゃ、ね、そうですよねそれまたお葬式と同じでまた並んでるとみんなが森田さん並んでるのさあのさ一列並べよ、あそこずっと折り返し並んでるのな必ず両サイドにいるんだよこう向かい合う人が向かい合ってんだよ両サイドにずっとまたそれずっと並んでいかなきゃいけないんだからみんながこう見ていくわけですどこ行くのかまさか行かないだろういいともがあるのに行かないよ行かないけど一応撮ってんだなんかの前によなんで俺パスポートで行かない宣言都というのは日本には一つしかないそうですね東京都って古くから東京都だと思うでしょはいこれ若いんですよ何年ぐらいからですか1943年へえじゃあまだ50年戦後の日本が負けると大体敗色濃い時に東京都になっちゃう土佐様入れん都市社へってああですが私よりも2歳上ですよ。1945年ですから。そうですね。まだ50何年間しかなってないんですよ。東京都になって。二個上っていうかな。はい。二個上ってもおかしいよな。二個上って二個上って何なんだあれ。一個上とか一個下とか一個ってなんだ一個。ああ。一歳。一歳が本当でしょ。一歳上ってね。二個上ってなんだよ二個上って、うん、何でもこう一個二個ですよね二個ってのは元も新たがあったと二個いやいやいやそうですよね二個ね潰れるはずだったんだ
歌舞伎町行くなんて通過の道だったの。あ、そうだったね。そうや、そう傾斜になってるんだよね。へえ。ニコで、あれこう地下に入っていくのかなと思ってニコの裏側抜けると、それがあれ平地になってるな、おかしいなと思って横の百貨店とか見ると、おお、これ傾斜だ、傾斜、あんな街中にこう傾斜あるんだなっていう。いやいや、すごい話の広がり方をしていきますね、タモリさん。広がってないと思うけど、坂道は、ね、坂道はそうなんですから、ね、とっとでも傾斜とか敏感になる、傾斜に敏感になる、敏感になるんですか。そういえば駅前からぐーっと右側にカーブしてね、大ガードの下の方に、あれガードくるたびに傾斜になってるなと思ってたの、うん、とら本当は少し傾斜してる、歌舞伎町に向かって。そうだったんですか。歌舞伎町に向かってなんとなくみんな傾斜わかんないんだけども、道を歩いてる分にはね、え、日光あったに入ってもわかんないと思う。今あなたもうわかんない。いやいや、何か今のなんか変なキャラクターが一瞬出ましたけど、なんかこうあれ歩いてこう歌舞伎町に押される感じで行くんだね。坂道だから、なんとなく下り坂から、そうそう、だから下がり場も一つみんなさーっと押されるように行っちゃう。あ、なるほど、そういうところにやっぱ下がり場できてくるんだ。できてくるんだ、少し傾斜のところね。下がり場ってのよく調べてみると、必ず最寄りの駅から少し傾斜になってるんだ。それから調べた銀座もそう、有楽町からね、永端だと思うだろう、少し傾斜になってるんだ。これ嘘だよ。なんとか、びっくりした。なんですかそれ。お茶飲んだ今。満足そうな、ちょっと得意げな感じになってるんですよ今。今全員騙された、聞いてる人も。銀座は嘘です。銀座嘘ですよ、傾斜してませんよ。いかにだから東京都知事っていうのはすごいのか。うん、かります。いやいやいや、わかりませんよ、なんか。なんでだよ、わかっただろう。分かりました。もう一つの国の国家元首と一緒だっていう。そうそう、それだけをまず覚えておいていただければ結構です、はい。だからやっぱり都知事を選ぶのは棄権しちゃいけないですね。と我々が住んでるところですか。まあ棄権しちゃいけませんね。じゃあどうでもいいかもしれない。うん、ね、うん。どうでもいいのは一票じゃなくて。うん、おめえの方だ。俺を指差しながら言ってます今なんか。どうでもいいんじゃないですか。俺もその一票、その一票も俺もどうでもいいんじゃないですか。それだけ重要だということだ。もう時間が来てる、はい。ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのご質問のおはがき受け付けております。遠くの方からでも結構です。年も7歳からでも結構でございます。時代の最先端について知りたいこと、疑問に思うこと、何でも結構ですのでお寄せください。採用の方には東京ディズニーランドのチケットペアでプレゼントいたします。宛先は郵便番号 137-8686、 日本放送タモリの週刊ダイナマイクジャストナウの係までです。さあ、それではここでニュースをお伝えします。長野オリンピックの招致活動について不正な行為がなかったかどうかを調べていた JOC の八木雄志郎専務理事は今日午後長野市で記者会見し、招致活動の一部に必要以上の対応があったようだと述べました。また招致委員会が帳簿を焼却処分した点については引き続き調査する考えを示しました。JOC は今後調査結果をまとめ、12日に東京都内で会議を開いて IOC への報告をまとめる予定です。タレントの萩本欽一さんらが所属する芸能プロダクション浅井企画の事務所が荒らされ、盗まれた預金通帳から2000万円が引き出されていたことが今日分かりました。調べによりますと、先月21日の朝、東京品川区のビルの中にある浅井企画の事務所で、社長室の金庫から現金およそ50万円や預金通帳6通と印鑑が盗まれているのを社員が見つけ、銀行に連絡しましたが、口座からはすでに2000万円が引き出されていたということです。警視庁では窃盗事件として調べています。今日午前、東京荒川区荒川の製菓ゴム工業の工場から火が出て、工場や住宅など合わせて8棟が焼け、工場で屋根の修理をしていた作業員1人が軽い怪我をしました。現場は京成電鉄新三河島駅近くの工場などの密集地で、工場のゴムが燃えて大量の黒煙が発生し、一時現場周辺に一周が立ち込めました。火事の原因は、雨漏りの修理をしていた作業員が屋根のトタン板を切断していたところ、火の粉が飛んでゴムに燃え広がったためとみられています。今日午前、横浜市都筑区の第三京浜の上り線で乗用車など3台が絡む事故があり、そのうち乗用車1台が炎上して子供1人が遺体で見つかったほか、大人4人が怪我をしました。
警察で身元の確認などを急ぐとともに事故の原因を調べています。以上ニュースでした。それではここで日本放送交通情報です。福田センターの大沼さん、お願いします。はい、ニュースでありました第三京浜ですが、現在は事故の処理も終わって通行止めも6時30分で解除され通れるようになっています。ただ影響が残りまして、上り江北インターで7キロ以上渋滞しています。スキー場からの帰りの車で関越道を上りは、特に渋川伊香保線等に関越トンネルまで42キロ、新座料金所で5キロ、上信越道を上りは佐久インターで2キロ、長野道を上りは岡谷ジャンクションを先頭に塩尻北まで15キロの渋滞です。中央道上りは山梨県の猿橋バス停付近で4キロ、東名高速道路の上りは東京インター出口で2キロ渋滞しています。首都高速道路5号線下りの飯田橋、事故の影響で竹橋を過ぎて都心環状線両方向、また湾岸線西行き大井南、事故で2キロの渋滞です。道路交通情報センターの大沼でした。ありがとうございました。タモリの週刊ダイナマイク CM 時報の後もまだまだ続きます。富士サンケイグループのショッピングカタログディノスは書店で絶賛発売中。静かな彫刻との語らい、何か忘れかけてたものを見つけに来ませんか。緑の中のアートリゾート箱根彫刻の森美術館。バレンタインデーはハドソンのプレイステーション用アクションゲームブラッキロア2ゲーム大会で世界ランキング第1位の福谷十王に挑もう。ゲストに筋肉少女隊の大月健二やゲーム雑誌編集者ゲーム開発者を迎えたブラッキロア2異業種対抗バトルロイヤルゲーム大会を開催。優勝者には DVD、LD コンパチブルプレイヤーなど商品も盛りだくさん。お問い合わせは東京 03-5330-2870 5330-2870 デジタルエンタテイメントアカデミーまで。歌あるところに歌詞がある、メロディー良ければすべてよし、クイズに答えてリクエスト曲をかけよう、文化人類学クイズ真実のお口。はい、いやまだ言ってる。はい、さて今週もタモリさんとレコード会社のプロモーターの方お二人にリクエスト曲をかけてクイズで競っていただきましょう。文化人類学クイズ真実のお口、では今日の出場者の皆さんをご紹介します。まずなめくじさんチームはこの方です。どうも、田辺音楽出版の佐野です。よろしくお願いします。はい、そして曲は今日の、ガーデンズの愛の歌という、頑張ってください。続いてヘビさんチームの方は2回目ですね。はい、こんにちは、ABEX 株式会社の倉石と申します。今日のリクエスト曲はマイリーンのメイクイットオンマイオン、前回と一緒なんですが頑張ります。よろしくお願いします。頑張ってください。昔バニーガールやつ、大学時代よくそんな覚えてますね。なんかそういうことだけはもう男の子に関しては全然覚えてない。そしてリスナー代表はもう圧倒的勝負強さを発揮しております、カエルさんチーム、タモリさんです。今日はおはがきしておりますね。はい、横浜市の田中陽子さん、25歳主婦の方。私はかつてテレビで見たタレントさんに恋をしていました。彼の笑顔、彼の仕草に思わずぼーっとなっていた毎日でした。今でも彼をたびたび思い出します。リクエストするのはエマニュエル坊やでシティコネクト。いや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 、もう嘘でしょそういうの。ほんとも来てる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 来てますけど、自信もある自信も、ほら、まあ、エマニュエル坊や懐かしい。今でも坊やなんだろ。すごいお金持ちみたいですよ、事業とかやって。確かすごいですよ。ちょっと出てきましたよね、この間テレビに。ちょっと出てきました。出てましたね。とかね、最近ね、こういうもう一枚紹介します。横浜市の松島悟さんからですね、タモリさんチームの曲がかかるのがすごく楽しみです。だろう、こういう間違えた風潮が今
もこの番組間違えた風潮なんだ。なんか蔓延してる。どうして間違えた風潮なんだね。それでは特選的なクイズです。勝負だもんね。勝負さんにお願いします。わかりました。さあ今夜の真実のお口に登場していただくのは、女性ながらにお店を切り盛りされてらっしゃるこの方です。山崎美智子です。職業はバーテンダーです。30歳でバーテンダー歴は7年です。という新宿あけぼの橋でショットバービーニービーンズを経営されてます山崎美智子さんなんですけども、客席はカウンター8席にテーブル席3つ、まあこじんまりしたすごくいい雰囲気のお店なんですが、下北沢や中野のバーで7年間修行を積んだ山崎さんがオーナーマスターとして去年の秋にこのお店を開かれまして、順調にお客さんも増えてきたという。今ね、あけぼの橋はね、今からの街なんですよ、あけぼの橋。あ、そうですか。俺の友達がね、やっぱり携帯忘れてました。携帯忘れてた。で俺もこう友達に電話した。そしたら、もしもし。間違えた。斉藤さんですか。斉藤さんじゃないですけどね。あんたお友達？はい。言っといて。うちの店にね。忘れて行ってんだ携帯。それ怒ります。どんな店にその人来てるんですか。揚げ物の橋。全然わかんない。今揚げ物の橋がもう熱い。熱いんだ。みんな携帯忘れるぐらい興奮しちゃってるわけ。揚げ物橋で。で、バーテンダーさんとは一体何か。そうです。バーテンダーとは神である。お店で一番主導権を握っていて、それでいて一番下である。さあここで真実のお口問題です。実はこのビーニービーンズでは山崎さんをママと呼ぶことを禁止してるそうです。なるほど。ではママと女性バーテンダーさんの違いは何かを聞いてみましたんで、ちょっと聞いてください。バーテンダーは、お客様、山崎さん言うとこですね、バーテンダーさんはお客さんとほやほやほやをしない。まあそこがママと違うところだ。だからママはお客さんとおにゃおにゃおにゃをするもんだというふうなことを、にやりと今タモリさん笑われたんですけど、不気味だな。やらしくない。おにゃおにゃ別にあれそれでピーって入ったわけじゃないですから。違いますよ。ママは言ってないです。ママはしそうなこと。でもバーテンダーさんはしないか。いやいやいや、考えてください。さあ行きましょう。なめくじさんチーム、田辺音楽出版の佐野さん。恋愛ごっこをしない。あ、恋愛ごっこ、恋愛ゲームをしない。綺麗に言ったけども、本当はセックスだな。いやいやいや、なんで他のチームの人が答えを出すの。ママはセックスしないですよ。わかんないけど、わかんないですけど、ヘビさんチーム、エベックス、クラシさん。横に並んで座らない。いいこと言う。あ、さすが元バーニー。惜しい。惜しいって決めないでください。バーニーも座らないよね、これね。バー座らないですよね。あ、そうですね。なるほど。さあ、それではタモリさんいかがでしょう。これバーテン経験した人は分かると思いますが、お客さんと会話をしないんです。へえ。会話をしない。なんか世間話とかね。あ、そういうのはしないんです。慣れ慣れしくしない。慣れ慣れしくしない。皆さんね、なんとなく惜しいんですが、これ具体的に何々を、なんかそういう動作をするんですよね。だから恋愛とかそう大まかなことじゃなくて具体的な動作、例えばスナックだとたまにお店とかでこれやってる、ママさんもいたりするなという感じなんですけども、さあ分かった方挙手でお願いいたします。はいはいはい、じゃあエベックス、クレイさん。タバコに火をつけない。ああ、それ違う。違うな。それもあるかもしれません。でも違います。田辺音楽出版の佐野さん。お酌をしない。お酌ね。まずお酌っていう言葉がなんか割烹小料理屋みたいな感じで、バーテンダーお酌するしなんかねえ。さあタモリさん、スナックの中でママとよくこういうことやってるしますね、お客さんね。ん、休憩。野球券。野球券はなんでだったら当たらんでるんだ。違いますよ。そう、まあでも野球券近いな、確かに。それが今までの中で一番近いです。野球券とかそれにこう準じるような、まあ、ゲームではないですが、音楽かかってます。その時は踊らない。あー、聞いてみましょう。バーテンダーは、お客様と一緒に踊らない。踊らない。
これちょっと待って、ママだって踊んないよ、ね、あれそういうもんですか。ほとんどのところはお客さんと踊んないよ。これ踊るママっていうのがあんまり見たことない。嫌だ。踊るママ俺嫌だ。またそういう店行きたくないよ。ママが踊る店に。あでもこのね、おかしいよこの人。山崎さんの中ではママというのはあのチークタイムをやるもんだと、ということで、では続いての問題です。そんなバーテンダーの山崎さんなんですが、お店だお客さんに合わせていろいろなお話をする時ももちろんあるわけです。その話題も多岐にわたるんですが、では最近都知事選に再出馬をしないと宣言した青島都知事に一言お願いしますと言ったらですね、この時山崎さんは一体何とお答えになったでしょうか。これが問題でございます。それではヘビさんチーム、エイベックス倉石さん、ですね、また意地悪ばあさんをやってほしい。ああ要望ですね。ああそれあるかもしれないですね。なめくじさんチーム、田辺の佐野さん、今度うちに店に来てね。ああ営業活動、なるほどね。タモリさんいかがでございましょうか。青島だ。いやモノマネしか右手入れていないんだけど、わざわざモノマネじゃないんですよ。あこれはですね、あの疑問形です。最後にクエスチョンマークが何とかですかってい う, そ う, いうなんでやめんの。あ違いますね、それとも違いますね。さあどんどん、倉石さんどうですか。次は何をやるの。違いますね。田辺の佐野さん、俺たちは T.I.M. いやいやいや、佐野さんもう今日はお帰り願おうかと言いましたけど、なんで俺たち T.I.M. なんですか。佐野さん怒ってる。上層部は今激怒ですよ。さあ疑問形なんとかだったんですか。なんとかですか。限界でしたか。違うんですね、もうちょっとこう嫌味な言い方なんですね。楽しかったですか。聞いてみましょう。楽しかったですか。ということで楽しかったですかが正解でございました。山崎さんチーム10ポイント獲得。あれ全然焦ってないですね。まだまだ最後まで嫌な展開してますからね。遊びを終わりました。さて現在2問終わりまして、タモリさんチーム、それから田辺の佐野さんが10ポイントずつということで、まだまだこの後どうなるか分かりません。とりあえず CM です。みなちゃん、はい、みなちゃん、闘争心って知ってる？知りません。聞いたことない？ラジオの CM とかで。うち NHK しか聞かないから。そう、ガナハみなちゃんに全く知られていない東京総合信用闘争心。お客様のニーズとニーズを結びつけるファッションリサイクルブティック、 With You。 2月9日火曜日、有楽町総合店オープン。お問い合わせは 03-3284-6839、 有楽町総合3階ファッションリサイクルブティック With You まで。 GRP ファイナルカウントダウン AD9099。 GRP コンサートは4月21日22日中野サンプラザ。チケットは2月14日から発売開始。お問い合わせは東京 03-3470-9999 フリップサイドまで。ボランティアって大変なことだってついつい構えてしまうことあるよね。でも車椅子の人のためにエレベーターのボタンを押したり、お年寄りの代わりにバスの降車ボタンを押したりね、人差し指一本でできるボランティアもあります。公共広告機構です。日本放送タモリの週刊ダイナマイク、世界に誇る文化人類学クイズ真実のお口、司会進行は日本放送アナウンサー総口昭久でお送りしております。さあリクエストナンバーをかけて平成の職業婦人の実態に迫るこのクイズ、現在まで白熱の2問を終了して、タモリさんチーム、それから田辺音楽出版の佐野さんチームが同点でトップでございます。倉石さん頑張ってください。頑張ります。さあそれではラスト問題になりました。この問題は正解すると22ポイントが加算されます。勝負です、頑張ってください。一挙一挙なんで巨戦になってるんですか。それでは新宿あけぼの橋のバーテンダー山崎美智子さんの真実のお口、最終問題です。バーテンダーさんといえばお酒を扱う職業であります。では山崎さんにとってお酒とは何ですかと聞いたところ、こんな答えが返ってきました。私にとってお酒とはいると手がかかるんですけど、やっぱりいないと困る。
さあこのお酒とはむにゃむにゃむにゃ、いると手がかかるがいないと困ると表現された山崎さんにとってお酒とは何か、これをですねお手元にありますフリップに、絵で書いていただきたいと。絵です、描けるもんです。だからだから安らぎとかそんなんじゃないんです、絵でこう描けるものなんですね。ちょっとよ、いるといると手がかかるがいないと困るもんですよ、それを、絵で描いていただくということですね、バーテンダー、お店もやってらっしゃる山崎さんにとって、お酒はもちろんね、人生最良の友達ということなんでしょうけどもね、いると手がかかるがいないと困ると。よく奥様方の会話でそういうのありますよね。あー、なるほどね、それもヒントかもしれませんね。守護霊、背後霊ね、いると手がかかるがいないと困らないじゃないいない方がいいに決まってんじゃないですか、そんな、それはその何を言ってるんですか皆さん。いや、手もかかんない、いやいや、いや、手はかかりますね。いると手がかかるがいないと困るという、さあ山崎さんにとってお酒とは一体何でしょうか。絵が出来上がった方からいきましょう。さあ、じゃあまずはなめくじさんチーム、田辺音楽出版の佐野さん、せーの、ドン。それは何ですか、その絵は。子供です。子供、はい、あ、やっぱ子供はそういう感じですかね。そうですね。なるほど、わかりました。いたずらっ子の子供。すごい、眉毛が太いですね、なんかちょっと僕風に、子供である。さあ、続いてヘビさんチーム、エイベックスのクライスさんは、せーの、はい、赤いらしいぞ、犬です、ワンちゃんですね、みたいな、ペット、いると手がかかるがいないと困る、お酒とはペットみたいなものであるという。さあ、最後、カエルさんチーム、タモリさん、せーの、ドン。中国人の子供。ちょっと待ってください。なんでチャイニーズ、なんでチャイニーズなんですか。まあいい、子供。書いたら中国人帽子がね。なんとなくね、人間像っぽい、ちょっと。ラーメン。非常にチャーハンとかもうまくこうやって作りそうな感じですね。さあ、この中に正解はないんです。ないんですよ。まあ非常に皆さんなんとなくは近いんですが、子供、でもね、やっぱ子供が一番近いです。子供ではない。子供のよう、子供ではないんですね。さあ、じゃあどんどんまた書いてください、絵で。子供ではない、いないと困りますね、いると手がかかる、まあ、確かに子供、寄生虫も違います、いないと別に寂しくはないですから、特に寄生虫でもないですよ。いない方がいい、いない方がいいですよ、そんなの。寄生虫わざとカットしていますか、まあね、そういう健康法の方もいらっしゃいますからね。さあ、それでは山崎さんって独身ですよね。山崎さんは独身です、30歳なんです、やっぱ独身でらっしゃるということで、いると手がかかるがいないと困る。さあ、それでは、なめくじさんチーム、佐野さん、さっきと絵が全く同じなんですけど、これは何ですか。彼氏です。彼氏で聞きました。ちょっとサイズが大きくなりました。ダイナミックになりましたね、はい、彼氏、なるほど、そうかもしれませんね。さあ、続いてヘビさんチーム、クライスさんは、せーの、はい、私も恋人。恋人、あ、腕を組んで絵を描いていただきました。ラブラブな彼氏、恋人がいないと、困ると、いると手がかかる。さあ、それではタモリさんは何でしょうか。せーの、恋人。いやいやいや、待ってください。なんですごい、なんでダブルのスーツをかっちり着こなした筆算わけの。やっぱ恋人だね。恋人ね。あー、これ3人とも同じなんですが、これもね、違うんですね。じゃあこれからは絵じゃなくて挙手でお願いします。恋人、子供、非常に近いです。さあ、分かった方挙手でいきましょう。はい、タモリさん。おや、すごい。はい、さあ、佐野さん。じいさんとばあさん。じいさんとばあさん、ああ、もう先祖、祖先ね、まあそういうのも大事ですけれどもね、まあある意味皆さん正解なんですけども、さあ分かった方、はい、はい、あ、じゃあ倉石さん。お父さん、親父。お父さん、親父、ああ、はい、じゃあタモリさん。母親、それじゃあ。ああ、違う。はい、佐野さん。家族。聞いてみましょう。私にとってお酒とは家族である。いると手がかかるんですけど、やっぱりいないと困る。ということで、今回はナムスタチームの出版の佐野さん優勝、おめでとうございました。残念か。これで上司の方にも怒られないで済むか。俺は上司に怒られるということで、曲の宣伝をお願いいたします。はい、例えば絶賛発売中のガーデンズで愛の歌っていうのが撮りまして、伊地知博正というのをおりまして、スピードを、はい、作曲がやっておりまして、それが書いておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、もちろんかかります、はい、それから曲かからなかったんですが、はい、倉石さん、
ですね、1月27日にアルバムがリリースされたマイリーンというのもちょっと今日プロモーションに来たんですが、2回連続で同じ曲をリクエストしてまたかからなかったということですね。3度目の正直がありますから、もう一回頑張ってください。それからほっとしました、タモリさん。マイリーンドアのシティコネクション、2月27日発売。嘘です。嘘です。何年前ですかそれ。10前なんですけど、再販を目指して頑張ってください。ありがとうございました。お願いします。ということで、最後に曲紹介をもう一回お願いします。はい、ガーデンズで愛の歌、よろしく、以上です。はい、ということで以上、文化人類学園真実のお口でした。日本放送、総口明久でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。